世界中の強者どもが今年も日本にやってきた。2006年プライド開幕、金網のビッグベア、フェドロ・ヒーズ。アメリカのメジャー団体 UFC でヘビー級のトップ戦線に名を連ねていたヒーズ。熊のような体型から繰り出されるパンチは破壊力抜群。世界をかけるベルトコレクタージョシュ・バーネットをも自慢の拳で粉砕。金網のビッグベアがグランプリ出場をもくろむ。Até chegar lá, eu sei que eu tenho que suar muito, dar muito sangue, suor. Então vou estar treinando para chegar lá, mas eu tenho que agora enfrentar primeiro o Caritonal. Cotei no Kagemisha, Roman Zentsov. Genrei 最強の Fyodor Brothers と常に行動を共にする Zentsov. Cotei との日々のトレーニングの賜物か、太い腕から放たれる左右の拳は Fyodor を彷彿とさせる。ロシアの総合格闘技大会 M1 では圧倒的な力を見せつけて優勝。フョードル兄弟に続くレッドデビル第3の男がグランプリ出場を狙う。2006年プライドファーストインパクト、ド派手な殴り合いで幕が開く。ペドロ・ヒーゾ VS ローマン・ゼンツォフ。本コーナーよりローマン・ゼンツォフ選手入場です。いよいよ2006年この戦いからスタートいたします。ロシアレッドデビル第3の男、エメリア・エンコ・ヒョードルのスパーリングパートナー。ヒョードルと世界一拳を交えている男、デビュー戦黒星の無念を晴らすべくローマン・ゼンツォフの入場です。デビュー戦は残念だった、自分の思った展開に持ち込むことができなかった。今回は勝ちたい、その決意を抜き出しにしています。開幕のような太い腕から繰り出すその技がプライド初勝利を導く礎となるんでしょうか。世界60億人の頂点とテレトレーニングをするその肉体、ヒョードルと同じくナチュラルな自然な強さを漂わせます。皇帝の影武者、これが2度目の舞台。前回はパブリシオ・ベルドムに一瞬の隙を突かれました。今回が本当のベールを脱ぎます。ローマン・ゼンツォフリングインです。赤コーナーよりペドロ・ヒーゾ選手入場です。この男もまだ本当の力を見せていません。 UFC でも屈指のストライカー、 MMA のトップファイターの一人、今度こそ真の自分の姿を見せるペドロ・ヒーゾの入場です。ブラジルでもアメリカでもその名を驚かせる一流のファイター。ブラジルではノゲイラと同じくらいの人気を誇るというヒーゾのプライドデビュー戦は苦い敗戦となりました。6月のセルゲイ・ハリトーノフ戦、ストライカーのヒーゾがパンチで打ち負け、わずか2分2秒、
最後は膝蹴りに屈しました。あの時は足の怪我があり痛み止めを飲んでいる。自分の実力はあんなものではない。同じ過ちは絶対に繰り返さない。今回は十分な準備をしてきました。あのマルコ・ファスに指示しています。ヒーゾのことを誰よりも知るそのマルコ・ファスと2ヶ月間のトレーニングを行ってきました。普段はブラジルでトレーニング、しかし今回はマルコ・ファスのいるアメリカ・ロサンゼルスに自ら出向きました。自分のルーツに戻って練習をしてきたヒーゾ、できることは全てやってきた。あとはその実力を見せるのみ。ジョシュ・バーネットを一撃で倒したその実力、プライドで花開くか。金網のビッグベア、ペドロ・ヒーゾリングインです。第1試合を行います。青コーナー185センチ、 103.2キロ、ローバー・ジェイコブ。皇帝の影武者、レッドデビル第3の男、ロシア、ローマン・ゼンツォフ。赤コーナー185センチ、 111.5キロ、ペドロ・ヒーゾ。本領発揮なるか。金網のビッグベア、ブラジル、ペドロ・ヒーゾ。さあ、いよいよ2006年のプライドが幕を開けます。ここでルールを確認しておきます。プライドオフィシャルルールです。10分、5分、5分の3ラウンド制、延長はなく判定はマストシステムです。ご覧のような攻撃は禁止となっています。さあ、ヒョードルが見つめています。ローマン・ゼンツォフの、まあ、兄弟子と言っていいでしょう、ヒョードルです。お互いにデビュー戦黒星だった両者の対戦、これが2戦目になります。ファイ。さあ、初勝利を挙げるのはどちらか、真の実力を見せるのはどちらか。2006年のファーストインパクトが始まりました。さあ、まずはパンチからの両者の攻撃になりそうです。右側、黒いトランクスがペドロ・ヒーゾ、ブラジル、そしてゼブラのような形、ローマン・ゼンツォフ、こちらがロシア。おお、パンチが入ってしまった。ノックアウト。ガード落とした時はね、いや、一瞬の出来事でした。ローマン・ゼンツォフ、ヒョードルもガッツポーズ、そして笑顔、ね、一瞬のパンチで勝負が決しました。2006年のファーストインパクト、とんでもない幕開けになりました。1ラウンド25秒ノックアウトです。衝撃的ですね。いや、高田さん、お話を伺うまでもなく、いや、今回はヒーゾやってくれるんじゃないかって話をしようと思ったんですね。いやー、 UFC でも屈指のストライカーペドロ・ヒーゾがなんとまたパンチで敗れるということになりました。動いてないんじゃないかな。吉田さん、どういうふうにご覧になりましたか。あ、ね、もっと本当、中村和がね、はい、あのペドロの練習してたん で、ね、あのぜひ頑張ってもらいたかったんですけどね、はい、本当にタイミングよく入っちゃいましたね。そうですね、中村和弘選手もペドロ・ヒーゾのことをビビるほど強いっていうふうにね、表現をした。そのペドロ・ヒーゾがなんとこの前足の前に一発のパンチで屈しました。いやー、レッドデビル第3の男、ヒョードル、アレクサンダー兄弟の下ということになりますが、これ、これ右の方で行ったところ ね、カウンターの左、しかもそれほど強くないパンチですが、そうですね、きっちりこれ捉えてますね。振り抜いてますよ。あー、もう完全に言ってますね。揺れてますね。完全に脳が揺れました。自分の実力はあんなもんじゃない、同じ過ちは繰り返さないと言っていたペドロ・ヒーゾが、なんとこのプライドのリング、デビュー2戦2敗ということになってしまいました。まあ、ちょっと入り方としては不用意といえば不用意でしたね、はい、この右のローですね、完全に空いてますから、ちょっとガードがやっぱり高田さん下がったんですかね。そうですね、ちょうどあの桜庭終盤戦に似てますよね、はい、うん、ローを蹴っていた時ですね。そうですね、はい、まさにカウンターという形になりました。こちらローマン・ゼンツォフ、去年の12月はロシア国内で行われた M1 という大会のヘビー級で優勝。まあ、結果をしっかり残してこのプライドのリングに戻ってきたローマン・ゼンツォフですけれども、いや、これは嬉しい初勝利でしょう。共にデビュー戦を黒星だった両者、ローマン・ゼンツォフとペドロ・ヒーゾ、どちらが初勝利を挙げるかという戦いでしたが、こちら
ローマン全速に軍配が上がっています。